アルビオリックスは土星の第26衛星である。ガリア軍に属するものの中では最も大きな衛星で、巡行するが軌道離心率の比較的大きな不規則衛星である。2000年11月9日にマシュー・ジェイ・ホルマンらの研究チームにより発見された。観測にはアリゾナ州ホップキンス山にあるフレッド・ローレンス・ホイップル天文台の一点に、 メートル望遠鏡が用いられた。発見は、同年12月19日に、国際天文学連合のサーキュラー及び、小惑星センターのサーキュラーで公表され、S2000S11 という仮符号が与えられた。その後2003年8月8日に、ケルト神話の神、アルビオリックスにちなんで命名され、サターン XB という確定番号が与えられた。 アルビオリックスは土星からおよそ1600万キロメートルの距離を公転しており、アルベド0.06と仮定すると直径は3 2トルと推定される。土星探査機カッシーニによって自転周期が測定されており、13時間19分と判明している。2001年と2002年に北欧光学望遠鏡を用いてアルビオリックスの観測が行われ、色指数が b, v イコール0.89 v, r イコール0.50 v, i イコール0.91と判明している。ガリア軍の他の衛星と軌道要素は物理的特徴が類似しているため、これらの衛星は共通の起源を持ち大きな天体が破壊されることで形成された可能性がある。さらに最近の観測では表面に色の模様が存在することが確認されており、これは 大きなクレーターである可能性がある。これを元にして、同じガリア軍に属するエリアポトタルボスは、アルビオリックスへの天体衝突によって発生した破片であるとする仮説が提唱されている。ありがとうございます。